千葉み種は、室町時代中期の武将。武蔵千葉市初代当主。父は、千葉市着流の千葉種兼。交渉元年、植杉氏と小学坊、足利重氏が対立して、教徳の乱が発生。千葉氏は、植杉氏に組みたが、茂氏派の重臣、原種房と同族の幕割高だ根に、千葉城を吸収され、千賀層に逃れ援軍を待った叔父の千葉種直と、 いとこの種の折り伏は、原種ふさらに、タコ城と島城を攻められ落城、自陣した。しかし、実種と弟の地種は、父種県に連れられ、島城を脱出。父も9月7日に、小包城で自陣して果てたが、実種らは、八幡僧市川城へ逃れた。室町幕府八大将軍、足利義政が派遣した同族の奉公衆、東ず城園の支援はあったが、 重氏の派遣した、柳田持助ちに敗れ、交渉2年1月19日に、市川城も、陥落、実種らは、武蔵へ、上縁は、東野省の近い下も佐さそ作へと逃れた。その後、体制を立て直した上縁は、2月7日に、老王神社で、戦勝祈願をした後に、幕割城を攻め落とし、6月12日に、幕割高種の小種持ちを、11月1日には、 上ズ八万の村田川にまで逃れた河種を打ち取り11月24日に原種房も追放、幕張氏を滅ぼした。さらに、交渉3年4月には、実種らの外籍である、大木谷上杉家の火災、大田道館が江戸城を築城する、東湖学房側に圧力をかけ続けた。しかし、文家の院東の省岩橋村の領主、岩橋多福種等は、 本佐創上を築城するなどし反抗し続けた。そのため、武蔵へ逃れた実家根らの下亡祭の帰還は叶わず、実家根は干渉三年に隠遁したと伝えられる。一説によれば病弱であったとも言われているが、近年では、堀越久保、足利正友の側近渋川二教による残言による失脚とする説もある。弟の地代根が後を継いだが、東上ま縁が、 応仁の乱で、本拠地美濃の所領を横領されたため、帰郷、岩橋多福種の息子で、下宇佐千葉市当主となった、千葉高種の支配を崩せず、文明14年11月27日に、聖子と上杉氏の和睦が成立して、千葉市も、修宇寺側の高種の下宇佐支配が確定、地種の帰還は実現せず、子孫は、武蔵の国人に転落した。ありがとうございます。